でもトレーナーとかそういうとこをチェックしてると思うんですよね、はい、だからもう戸郷君とはちょっと違うのかもしれませんよね、うん、去年は確かに変わった高梨がこれまたファインプレーだー今日2つ目まさに美しい戸郷